一人に目隠し鬼滅の刃対決をしてもらいます。イエーイ。なんだけど見事成功しました。イエーイ。アイマスクね。はい、アイマスク。で今日はともちゃんちかちゃん、うん、2人に目隠し鬼滅の刃対決をしてもらいます。イエーイ。2人とも自信はありますか？はい、あれだけどちょっとね練習してなかったから最近、うん、だからできないかもしれない。あら、ほんと？じゃあちょっとやってみようか。はい、よーい、スタート。はい、じゃあ今からアイマスクなしで弾いたバージョンをちょっと撮ってみようと思います。はい、できました。はい、じゃあこれをアイマスクでやってもらいます。さっきのもなんかカタカタだった。大丈夫大丈夫。お、じゃあアイマスクしました。じゃあここがそんなに覗いてるのダメだよ。お母さんいいですか？はい、お母さんここです。どこはい、じゃあ頑張ってください。はい、そこからアイマスクつける必要。はい、ちかちゃんはまだね、あの機密の動画出してないんだけど、ともちゃんの影響でちょっと練習し始めたんだね。いや、耳コピで。耳コピ、かっこいい。じゃあいきなりちかちゃん挑戦してみてください。どうぞ。本当にいきなり始まったけど、せーの。
はい、ちかちゃんも終わりました。判定はちょっと微妙だけど合格。イエーイ。じゃあちょっと目隠しなしで弾いてみて。なぜか真顔。はい、というわけで目隠し対決でした。どうでしたか、ともちゃん、ちかちゃんの感想は。対決じゃないじゃん、これじゃ。まあね、ちかちゃんの感想どうでした。どう、いや、いいね。ともちゃん、ちかちゃんの演奏どうだった。うーん、普通。ちかちゃん、ともちゃんの演奏どうだった。すごい。厳しい姉妹でした。というわけで、アイマックス鬼滅の刃退屈でした。結果発表は、結果発表、ルル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 、ももちゃんパーフェクト賞、ちかちゃん努力がすごいでしょう。はい、というわけで結果でした。同点同点。うまいこと聞いちゃったかもね。